シンバル鳴らす俺シンバル鳴らす俺横のやつはタンバリン <noise> やっはらおみなさんこんにちはみやびんでーすいいねこれ多分みんな今日は頭にずーっと残ってるよ <laughs> はい今日はこちら「イヤータッチマルチ,マルチバージョン2」「イヤータッチマルチバージョン2」ン2ですすいません わかりませんでしたが、こちらをレビューしていきたいと思いますはい、では日文字、お願いしますニッキーテスーニッキーテスえぇニッキーテスなんでちょっとニキティスの踊りを考えたんだね、今いいよ、考えてあげる考えて、みやい今、今考えてこうやって<あ>やってきたそっかそうだ,そうだニキテスイケメンなんだぞ説 説じゃねえ俺は見たんだ私見てないから1秒だけ公開したその瞬間をここにゃんさんと俺だけが見たんだなんでずるくないイキティスはイケメンソなんだ似顔絵似顔絵描いて、うん、どんな感じか後でもうね目見ちゃったからね一生忘れないって言った「うん、やっべえだからひもじいはなんとかちゃんが自撮りアップした時目隠さなきゃダメだって言ったのかって言ってました <laughs> えっ何でね <laughs> 誘致ネタじゃん なんでニキティスの話をしたかというと、うん、えこちら、うんね、パンティストッキングみたいなやつえ思った、えー、ニキティスからの持ち込み貸し出しレビューうちょっとね <laughs> AI 審査怖いんですけど最近ねちょっとねえー、これねこれ何、えー、開けるとですね、えー、まさにああ こうなってまして、これヘッドホンカバーなんですね。なるほどね。こちらの色はグレーです。そういうの売ってるんだ、今。ただ、みやびちゃんは。ね。グレーじゃダメなので。はい。いですね。もう。分かってるよね。みやびのこと。<え>もうね。つけてあります。こちら。はい、あなたの大好きな。s. R. H. 2 <S 2> <っ> <S 1 5 4丸二。赤い。おパンツを。 でこちらですね、あのー、ポリエステルと82%ポリウレタン18%でトーレの生地を使っておりまして、うんえー、今までのヘッドホンカバーってここ全部折っちゃうんですよ。<ー>音変っちゃうん,すうん、うん、ですこれはここ開<っ>いてるんでちゃんとうん、うん、ここがねここがこう開いてつけられるんでここに入れて外側をこう履かせていくていで。えー まあ、みやびは多分音質の違い分かんないんで、つけ心地とか触りで、これね、あちょっとだからあしたよ、いつものレビューで音質がハイがどうとかやってやんないですよ、これは。えー、っとね、まず、どうしようかね。どうレビューすればいいんだろうね。難しいね。俺はできるんだけど。私が難しい。じゃ俺から先やるね、今日ね。<う>えっとね、 真ん中がね他のと違ってので音質の変化がえっとね確かに確かにだって <laughs> 確かに少なかったです<う>であと、あのー、例えばソニーのガジェ本とかヘッドホンにセンサーついてるんですよ、うん、こう塞いじゃうとセンサー効かなくなるんだけどん空いてるのでセンサー使えるんですあ優秀、まあ、そこはいいかなと思いました 潔癖症のみやびに嬉しいいこと、うん、水洗いができるあ素晴らしいこれね透レの素材なんで、うん、触ればねもサラサラのトゥルトゥルでこれ汚れたら水洗いしていいそれいいね、うん、でねじゃあこっからですねつけてもらいましょう、うん、はい装着感お,おなんか優しいね まあこれから夏だからさ。蒸れないね。うん、でまあ一応じゃあね音質にまあこの人メサル1一5 4もら慣れてるんでまあ多分みやびは音質の変化は分かんないと思いますが一応コールドプレイかけますかね。分かるかな。コールドプレイかけますよ。はいマイユニバース。これ分かったらプロって読もう。ん プロって呼ぼうこれ分かった大きな違いが分かるって言われたら分からない、うん、分かんねえし <laughs> そう分かったら君をプロと呼ぶよこれからねえっか振動くる感じ関係ないか振動はごめんないか <laughs> その映画みたいな感じのと <laughs> いう感じでね難しい<ー>え怖こういうのでも音変わるのやっぱ変わりますねえ<ー>、まあ、そっか僕は言います そこをこれからら言うんんでで先につけてもらったんですええー、と音質についてですがまあイヤーパッドの内部構造に変化は生じますなぜかというとこれも今外しますね脱がせますね片側や<ん>これね輪っかになってて<あ>こうはめ込むんですけど,なるほど、ね、やっぱ若干中の形状変わるんですよそれとまあ ミリですけど、うん、0. 何ミリですけどこのね隙間が増えるので、うん、密着感がちょっと減るんですね。へ<ー>で僕が、えー、聞いた感じえー、っとねやっぱね内部の音の構造がちょっと変わるので SRH1540 で聞いた感じでは余韻とか音の伸びに若干の影響が見られました、うん、ちょっと減,り減ったり荒れたり暴れたりしましたちょっと。うん で範囲の伸びと低域の量感が若干変わるんですがでもこれ僕でもブラインドテストしたらわかんないと思います。うん、なのでえー、っとねほとんどの人はわからないレベただまあ一応タゴスタとかえー、っとこの1540とかつけて普段のリファレンスを全部聞き慣れてるの聞いたけどやっぱちょっ とね、あの肺の伸びと低域の量感が若干変わったかなっていう感じがしたのでうん、うん、まあそれは勘違いではないと思いますただ普通の人には温室の変化はわからないと思いますので気にしないでいいレベルです、うん、それよりもメリットの方が大きいいと思います、はい、特にねあのこれから夏、まあ、外で使う人もいなくなるけど家の中ででも。 ずっとつけててれば汗かいてくるので、うん、でもこれはそれを吸い取ってくれるしうん、うん、で汚れたら洗えるし、うん、で乾かしてまた使えるのででつけ心地サラサラなんで、うん、特にあとねこれ使う目的っていうのがみやびは経験ないですけど長年使ってきた俺のヘッドホンあるじゃん革の。うん、いやーパッとボロボロになるじゃん。うんうん、これ使えば関係なくなるんですよ。 確かにに快適につけられる新品同様そうそうそうであとはおしゃれみやびさんみたいに、えー、これカラバリ少ないんですけど赤とかグレーとかあるのででもグレー私結構今好きな色だったよそうあのグレーも自分でねカラー変えられるいいねそれ味変できるんで、うん、ヘッドホンは、うん、でニキティスはさあの 赤いスカルキャンディのパッドもこの赤にして真っ赤にしてて、うん、そういう遊びもできるので<ー>ファッションアイテムとしてもお使いいただけるとそれいいね、うん、でねえー、っとただね実際まあね今多分つけられなかった年で見ますけどこれこう入れて中につけてみて、うんうん、ちょっとねイヤホンの種類によって特に1540とかつけにくいんですよ 結構僕イライラしたんでイラチなんでイラチ内側は簡単な外側が難しいねあ確かにほらほらほら二 <laughs> 人でやれば簡単なのに一人でこれ一人しかいないって考えると結構結構イラつかな、ね、い <laughs> イラチな君いろほらイラチな君せっかちだからこういうところ、えー、映ってますかね結構ねはめるの大変なイヤホンじゃないやヘッドホンがあるんですよほら,ほらほらほら<ー>はめる端から剥がれるでしょうん、ちょっと時間かかるんでこれで終わりにしますけど、うん まあ、はめづらいのがちょっと難点ですねできない全体を覆うやつはパコッとつけられるけどん真ん中入れてから外こうやってやっていくからあ<ー>、まあ、そこがちょっと欠点かな装着しづらいのが確かにあと,、えー、とオンエア型には使えないのでそこは注意してくださいで対応機種はたくさんあるんですが、えー、メーカーの ホームページに対応機種の表が細かく載っているので、それを参考にすればほとんどの辺と本大丈夫だと思います。なので必ず対応表を読んで読んでみてチェックしてください。はい。えー、今回はこれ確か M55 っていうサイズなのかな。を使っております。まだやってますね。この人イジっぱりなんでね。<laughs> ええー、僕が喋り終わるまでにつけられるか。なかこれ実演になっていいでしょ。うん、装着しづらいっていう。そうね。 特にね装着しづらいんですこのヘッドホンは、うん、1540はでかいから肉厚だしサイズギリなんでねでまあ正直なこと言います我々プロはこうしたカバーは使いませんへえ<ー>たまにね CD500SD とか7506でソニーのねあの青と赤のイヤーパッドに変えてる方いますけどもイヤーパッド自体変えちゃうことはプロあります、うん ただ音質に変化が出る場合は変えません、うん、でこういうねあのー、ちょっとしたなんだろうなあのー、ね、うん、ヘッドホンカバーというか、うん、イヤーパッドカバー、うん、でもやっぱりあのー、音がやっぱねあのー、高音の伸びと低域の量感が変わったっていうぐらい、うん、音の変化を僕ら嫌うので。うん え出てるのは前から知ってますけどいろんなのが使わないんですよ。ただ仕事以外って考えたらこれからの季節で一般の人たちがサラサラで装着感よくて汗も吸い取ってくれるってなるともうすぐいいかなとこれからの季節いいタイミングでニキティス貸し出し持ち込みしてくれたかなっていう感じです。で えーね、他のまたね有名な人気のやつは空張りが豊富にあったりとかするんですがこれは空張りがちょっと少ないのでまあ好きな色を選んでで味変したい人におすすめです。はい、でねあとねもう超オーディオマニアでもうね超絶こだわる人で、えー、もう何回変えたら気になるっていうねあの絶対に。 音質に影響が出るのが嫌だっていう人にもおすすめはしません。確かにそれは絶対できないね、はい。はい。なのでただねでも真ん中に穴開いてて通レの新素材でこりさらさら乗ってなかったんですよ。だからこれバージョンツーなんですよ。うん、まあ結構いいかなっていうのでうん、うん、まあニキティスも勧めてくれたんで、うん、まあ皆さんにも紹介しようかなと。うんうん、だからまあ。 ヘッドホンする方でこれからの季節サラサラがいいとか蒸れんのが嫌だとか洗えた方がいいとかイヤーパッドが汗であの痛むのが嫌だとかもうボロボロになってる革のイヤーパッド合皮のイヤーパッド,ーーパッドをえまだ使いたいからでも替えのイヤーパッドが売ってませんっていう時はこれ使えば復活するのでいいねで気になるお値段ですがえイヤータッチマルチバージョン2えーいいイヤホンさんで。 ワンセット三千九百八十円です。そ、そ三千？うん。まあ結構しますよやっぱ。するんだね。まあ東レの新素材生事みたいなんでね。結構ねするんです意外と。意外と。ただイヤパッド買うとも高いんでね。安いもんかじゃ。イヤパッドちなみにいくらかかるの？物によります。え大体大体。いやもう数千円のもあるけど、万いくのもあります。ああなるほどね。 じゃいいい狙目できたね値段もただまあこれ洗ったりできるしね他いろんなものに使えるんで確かこの前さ結構前だっけタックスターのさあ意地ではめたのハマりましたはいごつめのヘッドホンあったじゃんあれ赤とか入ってるからさそういう差し色とかのものにさ合わせたら確かに私とかは別にわからないからいいなって思うじゃあニキティスカリパクするってよいやでうん 三千九百円です。はい、というわけで、えー、みや城ちゃんはこちらイヤータッチマルチバージョンツ、えー、これ M55 ですね。はい、えー。買いますか？買いませんか？買いまーす。いーなんかもし壊れたりとか、うん、まあ私なんか本当差し色とか好きだから。うん タックスタとかのヘッドォンとかと合わせてみたいなそうそうなんか綺麗な色だから結構でなんかまあイヤパッドの値段聞いたらまあだったらまあまあ試してっていうかタックスターとかは買いのイヤパッドないからあじゃちょうどボロボロにならないように保護するのにも使えるしボロボロになったらこれ使うあじゃあめっちゃちょうどいいじゃんと思ったら結構じゃあなんか試しに買ってみるのあれかなと思ったら赤があったからねまだよかったじゃなかったらちょっとなんか一瞬考えちゃおう。 というところでしたは,いはい、ではひもじいさんイヤータッチ、えー、なんだっけマーク 2? 2> 違うイヤータッチマルチバージョン2それだイヤータッチマルチバージョン2こちらひもじいは売りますか売りませんか売りまーすまあ理由簡単ですよさっき言ったっすもんはめにくいいやあっても使わないからあそ,うだその理由だけですそ,、ね、その理由だけです製品としては一般の人たちはこれからの季節をおすすめだし イヤーパッドがボロボロになった人イヤーパッドを保護したい人にはおすすめ音質の変化がねほぼ普通の人は聞いたら絶対わかんないのでまあありだと思いますただ僕がだって嘘つけねえじゃんえなこの血管のところ使わないので売りますっていうしかないんです絶対使わないんで音飼っちゃうんであと違和感あるんで申し訳ないんですけどで僕の部屋は常にクーラー効いているので えー、ヘッドフォンを夏でも快適に使ったす間違いないな屋外で使うことはないので、ね、あとねあのレコーディングスタジオとかってね機材のためにね寒いんですよ。うーん,うーんってあなたもスタジオ何回か経験あるから寒くなかった。そんな意味でどこだったの機材いっぱいあるところってさ結構空調強めにするのが常識なのなんよね覚えてないか大体いいね寒いんですよへえー、なので汗かかないんです あまあ、ブースでね熱唱したり弾、うん、いたりすると汗かきますその時はまあこれあってもいいかなっていう感じですけどうん、うん、まあ基本僕らは使わないん、ね、でプロはなので売りますと言っただけです、はい、というわけでニキチスくんありがとうございましたサンキューなほん本当はねメインがもう一個あるんだけどね次回の撮影ですか何かはお楽しみにしてください,い僕は知ってますけどねはい、はい えー、ニキティスのメイン貸し出しはそっちか初貸し出しなんですあなんだかんだなんだかんだうちがもうねあのー、何百再生しかされてない時代からニキティスは見てくれてる一番古い視聴者ですけど、うんえー、貸し出し初なんですああ、そうなんだ、うん、だからこのあと感動して涙しながら「俺言えよ」っていうわけで、ね、ポリポリ私はダらンしますュシュッシュッシュッシュ ニキティスありきのねうちのチャンネルかなっていうところもありますからねいつもいつも本当にありがとうございます <laughs> <laughs> っていう感じで泣けなかったんですけど<笑><笑>、まあ、そんな感じでねちょっとねはいニキティス赤選ぶところさすがです。 なんかこうやってね、みやびは多分こうだろうとか分かってくれてるっていうのもね、嬉しいなって思います。皆さんもぜひチェックしてみてください。今日もありがとうございました。えー、よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね。